じゃあ自民党が必要だと言っている緊急事態条項は何かといえば、おそらくこの会場にいる皆さんはなんとなくご存知なんじゃないかなと思います。簡単にお話します。自民党の憲法改正草案にある緊急事態条項、つまり災害の時に必要だと言っているのはこういうことです。まず内閣総理大臣が緊急事態を宣言します。閣議を経てと書いてあるだけで、基本独断でできるわけです。宣言をすると内閣だけで法律と同一の効力を有するものがどんどん作れます。例えば安倍さんは4月の16日に熊本の避難者が外にいるのを踏まえて内閣で会議を開きました。そして屋内に退避させろという話をしました。それを熊本に持って行ってその話をして、熊本の知事から現場が分かってないと怒られたわけです。あの瞬間に屋内退避の法律なんていうものを作られていたら、その翌日の未明のマグニチュード 7.3 でどれだけの被害が出たか分からないわけです。内閣総理大臣だけで現場の分からない人に法律を 一気に作らせるというのはこれほど危険なことです。そして宣言をすると何人も国の指示には従わなければなりません。衆議院は解散されないし任期も延ばせることになっています。つまり選挙が行われないということです。緊急事態の宣言や100日以上続けるときは国会の承認が必要と一応書いてありますが、これは衆議院だけで足りる規定になっています。基本衆議院の与党の党首が内閣総理大臣ですから、ひっくり返すわけはないんです。ですからこの緊急事態条項、自民党が考えているものは与党だけで主権が取れる、そういうものです。いつまでも緊急事態を続けることができます。東日本大震災の時の被災地の首長さんたちに、本当に緊急事態条項いるんですかと聞いてくれました。答えは簡単です。いらないんだと。むしろ権限は被災地にくれと、国じゃなくて現場にくれと、あれを乗り切った人たちは言っていました。そして悲しいかな、起きてしまったのが今回の熊本の悲劇です。私も震災が起きて被災地にいたので分かりますが、地震の揺れの回数を数字で見ても、震度の数を数値で見ても何も分からないです。あの地にいて揺れ方、その感覚、その時の建物のきしみ、その時に落ちてくる埃の量とか、そういうのがあるからこそ建物の中にいていいのかいけないのかが分かるんです。許すまじと安倍政権による三次便乗型全体主義、どさくさドクトリンと私言いましたけれども、会見4月15日にですね、官房長官が緊急事態条項は極めて重く大切な課題と言ったんですけれども、これはですね、ニコニコ動画の記者の質問に対して用意された原稿を読み上げたんですよ。この時の動画を確認してみてください。どういうことか、質問というのは記者会見というのは真剣勝負でやるべきです。相手から来る質問が分かっていて、官僚が原稿を用意していたということです。これは八百長芝居です。八百長です。八百長芝居で大地震ファシズムを狙うということですよ。許しがたいと思いませんか。自民党改憲草案の本質というのはですね、これご指摘いただいて教えていただいたのは樋口陽一先生なんですけれども、22条を見てくれと。22条には何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有する。これは経済的自由を示すというふうに言われているそうです。この公共に福祉に関しない限りだけバッサリと切られている。自民党改憲草案はどこを見てもですね、公の秩序に従えというふうに書いてあるわけです。個人の権利を徹底的に制約するんです。ところがここの条項だけ不自然に絶対的な自由が認められている。つまり強者の自由、経済的強者がですね、国境を越えて自由に動き、これ22条の2項には国籍離脱の自由も入ってきますから、そういう多国政府に富を持っていってグローバルに動き、金を持ち出すことをする、納税をしない、租税回避を行うような経済的強者の自由をここでオーソライズするということですね。驚くべき仕掛けです。改憲の目的っていうのは経済的強者の国家から、国民国家からの自由と大多数の国民の国家への傀儡国家への隷属だと。米国中心の新自由主義、グローバリズムへの適合、そのためにあるんだということですね。